さてシノアリス、続きをやっていかねばね。プレゼントがすごい溜まっている。わびしがすごいんだよな。1000 接続障害やら不具合やら、本当お疲れ様ですだよ。別にね、やれなくてもその間他のゲームをやっていればいいから、そんなに困りはしないんだけども、メンテとか不具合が起こるたんび、あそこへのリプランがいつもひどいことになってたな。でも最近はなんか暴言を吐いてるんだけど、おいふざけんじゃねえよ、とっとと休めこの野郎みたいなさあれ優しい世界になってるぞっていうねさてさて、10連、今後ねまた回した方がいいかなってのもあるんだけども、せっかくねわび石たくさんもらったから、ちょっと回してみようかな10連ガチャ。やっぱねガチャ障害とかも結構あったらしいね。まあ俺も最初あったけどねなんか右上の歯車が止まったらいいのが出るみたいな噂がある。でこれの演出もそうなのかな、首ちょんぱ、首と引き換えに。もういいのから見ちゃおう。ポチ。エスカー、エスカー、もう一回引いてみる欲望が止まらない。まあまあまあ、せっかくいただいたからな、こうやってどんどん消費していく。プル、もっと欲しいですね。ズガーン、2個か。まあ2個でもそのうちの片方がすごくいいやつだったらね。お、ジョブ解放 SS レア、へえ、まあいいんじゃないですかね。とりあえずジョブ解放があればいい感じなんじゃないかな。レビューを書いて応援していただけるとボーナスもらえたりしないまた今度でいいですかね。欲望のメダルってやつをゲットした。さて装備で、とりあえずおすすめ装備ってやつにしとく。編集メインセット、適当に装備を選びます。最強おすすめ、属性に応じてってのもあるのか。見た目装備、これってジョブ解放のやつどれだ。確かね、ジョブ解放の S 装備がね1個手に入ったんだよね、第1回目の時に。どれだったっけ適当装備でいっちゃってもいいかい。ナイトメア、これどれがジョブ解放のやつとかパッと見で分かったりはするのかな。まあやりながら分かるでしょ。でアリスが手に入ったらあれかな、さっきのジョブ解放のをつければいい感じになるのかな。お掃除、結局ちゃんと入れてなかったな。手加減なんてできませんからね。1回だけチラッとやったけど、なんかねよくわかんないですこれ一筆書きでやっつければいいのかな。どうすればいいコンボになるのか、属性で合わせる。レベル20まではお掃除無制限、繋がったり繋がらなかったり。ここは本当何したらいいかがまだよく分かってないです。あ、なんか周りがカンカンし始めた。そろそろ制限時間ってことか。なんとか生き残れたみたいだね。ここで経験値を獲得してランクも上がった。 AP 完全回復、これ消費してからやった方が得かな。でこれはあれだね、ガチャの報酬の欲望メダル。ガチャは普通のガチャしかないの。なんかフレンドガチャみたいなさ、そんなにいいのは出ないんだけども、なんか、ね、軽くできるガチャとか。さてキャラのを進めていく。そのキャラがいると見れるみたいな。じゃあ1章第2節やってみようか。とりあえず
作者を復活させよう。トリマ復活。だって僕には何もできないから。なんかやたら強い、なんだろう、ところとかあるらしいけど、ほらバランスのね、調整の失敗とかそういう話もあるし、これは全部 CPU か。巻き込まれないように。ターゲッティングして、その属性というか弱点になるやつとかをポンポン使っていけばいいんだっけかな。結構バブじゃないバフデバフが大事っていうからな。これターゲッティングって何も触れなければ上から反映されるのかな。召喚、消費 SP、 まあ使ってみよう。準備時間が必要か。その前に敵倒しちゃいそうだけどね。これ召喚待ちしてる間もどんどん攻撃した方がいいのかな。同じ緑属性だから良くも悪くもなくって感じだな。なるほど、この SP を消費してと、またこういう新しいカードを一覧出すと。でこの SP が完全になくなっちゃったらしばらく待ったりしないとダメってことかな。でこの左側っていうか、キャラの下についてんのがバフの表示とかなのかな。ふむふむ、まあまあまだ簡単どんどん進んでみようか。これ以上強くしようがないからな。作者のいない物語、それは羅針盤を失った後悔のようだ。さしずめ僕は漂う小舟。一つ一つは短いんだね、ストーリー全部見切ってようやくって感じかな。でこれコンピューターとはあるけども、まあ、他のプレイヤーキャラの名前ってことかな。あれ押せない、押せた。他のキャラが行動していて、すでに攻撃を与えていたってことか。こんな感じ。あ、下行ったね。でジョブ解放ってやったけど、俺はこれはジョブ変わってるのか変わってないのかまあまあそのうちやりながら覚えるよ。あ、倒しちゃった。あ、助かった。倒してもそのなんだろう、終わりの演出待ちの間に時間が来たら倒せるわけか。倒せるっていうか発動はするんだね。スタンプで送ることができる。お疲れーとか。まあでもこれ全部 CPU なんでね。こうやって定型文お疲れ様とか送ることもできると。で全角32文字自分で文字を打つこともできるんだね。あれ止まってませんか。これクリアしたことになってる。うん、じゃあこのままどんどん行っちゃいましょうか。 AP もあるし。でこれはみ出した分の AP はちゃんとはみ出してカウントされてるね。助かる。ゲハハハハハかわいい。やれよ、犯せよ、引き裂けよ。正々堂々殺せるなんてこんな機会は滅多にないぜ。ゲハハハハ。ウェポンストーリー、武器にはウェポンストーリーがあります。行くよ。なんか待ってても周りのキャラクターがなんとかやってくれちゃいそうだな。でここはウェーブ3か。あれか、ウェーブ2のもうそろそろ終わるだろうってぐらいの時に召喚始めた方がボスでしっかりと
けるかな。15秒だから、よし、ちょっと遅いかもしれんけど、少し待ちつつ、ウェイティング。2、1、発動。生存者の攻撃力がアップ。これでいいのかな。あとは水の攻撃のやつしかないから、でもとりあえず使っておかないと。あ、大丈夫だ、周りの味方の攻撃で倒した。まだ SP とか全然余裕だけど、そのうちこれが足りなくなったりで、うまいことやりくりしながら倒していかないとって感じなんだろうな。で、この EXP って書いてあるのはおそらく武器を強化するそういうやつなんだろう。ウェポンなんちゃらとかちょっと見てみようかな。見た目装備、見た目をどれにするかってのも選べるのか。レベル50で解放、ウェポンストーリー、各武器にあるのかな。装備のコツを教えてやります。ジョブは装備できる、できないがあります。装備できない武器は非表示奪い取ったわけじゃないよと。絞り込み検索とかもできるのかな。属性、武器の種類、レアリティなどなど。今俺の手持ちのピノキオが装備できるのがこの辺りと。防具ってまだ何も装備してない、装備してないっていうか持ってないだね。ナイトメアもまだこれだけと。ジョブ選択、ジョブにはできることできないことがあります。確かなんかソーサラーだかクレリックみたいなキャラに俺なれるはず。ジョブ解放したからあるね。うん、武器種があると。茨姫のソーサラー、これってハリスにもなれるのか。あ、いけるんだ。ゲットしてないわけじゃないのね。じゃあこの装備にして、レベルが1だけどもなんとかいけるかな。防具は特に関係ないかな。後でちゃんと確認しよう。じゃあアリスさんが手に入ったから、アリスにして、こういうストーリー、顔のついてるところ行くといいってことかな。やっぱ SS 装備とかだけあって。アリスが目覚める。漆黒の中、総合値高かったね。薄暗い音、血の匂い、この世界がどこなのかは知らない。だがなすべきことは分かっていた。自分を生み出した作者ルイス・キャロルを復活させること。そうか、そしてアリスは知っていた。川端康成を復活させたいのか。その願いを成し遂げるためには、他のキャラクターたちを全て殺す必要があるということ。なんかマホイクみたいだね。他の魔法少女をすべてやっつけて最後の一人にならないと。SS 装備、いい、強いかな。どっちの攻撃だったんだろう。すべての剣に破壊の力。今の武器はあれか、デバフとかなのか。あ、違う、バフとかなのか。なるほどね。この右下に書いてあるのがどういう系統の技かってことかな。召喚、この戦いが正しくないことは知ってる。これが矢印下書いてあるから多分デバフだね。うん、私の願いのために戦う。これは攻撃の剣の書いてあったんで、攻撃と。オークをやっつけた。私は戦い続ける。スキルっていうのはこの普通の攻撃のことかな。ナイトメア召喚とかじゃなくて。
ブレイカーを解放。やった。火力とかはあるやつだって聞いたな。次の敵はワンワンオか。痛みは感じない。この願いが呪われていると知っているから。戦闘のテンポはパッパしてていいね。自分で触んなくちゃいけないからちょっとめんどくさいかなと思ったんだけど、別にそういうわけでもなさそう。巻き込まれたかったらどうぞ。先手デバフとかで味方のサポートをしてやるのがいいかな。クレイク直接の攻撃って感じのキャラじゃないけど、でも周りがねちゃんとアタッカーがいれば大丈夫でしょう。このハートマークのは回復系かな。回復プラスバフがで、この人のマーク1つだけのは多分単体で、2個ついてるのが複数にってことかな。で、右上の数字は SP の消費量と。コンボは重ねていくとどうなるんだろうね。まあ、こんな感じで進めていくと。よし、ちょっと時間が長くなっちゃうとあれなんで、とりあえずこれくらいにしとこうかな。今の靴は防具かな。装備編集。だね。なるほど、こうやってドロップもあると。ってな感じで今回はこれぐらいにしておきましょう。また次回。